ミティユアニメラボーでしょー。小林弘樹です。エブライ松井です。バッタンも山下です。お願いしま す。さあ、結界戦線マクロの決死剣後編の仮想でございます。おー、前後編ですね。ミキナたちの、はい、あー今知った、ね、だとしたら前編見てねえからピンチだよ。ピンチだよ。急にでかい化け物が出てきた。あれ友達だからね。友達のディールくんだから、ね、急に女子会始まったと思った。あれは俺も急俺にとってもあんな楽しそうだった。何度目の乾杯かと思ったけど、でっかくなった友達ディールくんをどうにすかして止めようという、はいはいはい、なんかちょっとアメリカの映画でありそうな展開ですが、あれをねどうやって止めるんだということで、まあ、でっかくなったわけですから、やっぱ中に入ることになるわけですね。そうです。前回もちょっとね、その、うん、あのミニドラ的なドラマの中に入って修理する感じになるのかなって言ったら、やっぱそこはなるわけで、ソニックくんがね、あの音速ザルが、ソニックくんが中に入って、で視界をこっち側の味方のあの金類とつなげてという形で、なんとかやるぞという、コネクタとしてね頑張ってました ね。一方一番本来その潜入捜査で必要なはずの、あいつ人狼さんがいるわけですよ、ね、あの使える人狼、あいつね、かわいい、あいつね、チェインさん、小林な、小林じゃねえよ。なんで俺女子会に混ざってんの。あいつが女子会やったの。女子会、チェインさん女子会やったね。女子会、女子会ですよ。女子会やってましたね。かわいくやってた、ね、人狼会やってベロベロなってハムがピカピカ光ってたと思ったから携帯壊しちゃうって。ハム、ベロベロ、ハム越しだったからさ、ハムが薄いからさ、ハムが光ってたのよ。そうだね、携帯がさ、ハムに敷かれてこうなってっから、うん、じゃだからといって壊す、まあ壊すんだけど、あれじゃないことな。あれ、なんでどういうルール、あれ会話したら負けのルール、あれはね、しりとりじゃないですか。しりとりなの、なんか、ね、結構しりとりだったんですけど、うん、最後なんか微妙にお子さんっていきなり言い出して、うん、お子さんとは繋がんないなって、そこまでは繋がってるんですよ、一応会話しりとりで、うんうん、あ、繋がってたっけ、あれ、うん、繋がってました、しりとりになってたんだ、うん、なんか、ふわふわした会話してんなっていうぐらい、会話が繋がってないな、だからあの、そうそうそう、みんな酔って一人ごと言ってるのかなぐらいの思ってた、酒の瓶を数えて、酒の瓶を数えてんのもちゃんと上消しと上がしりとりになってて、そこでチェインさんが、ああ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 あで、最後のね、お子さんだけなんか微妙に繋がってないから、どこを取ったんだろうって僕ちょっと思ったんですけど、釣られて普通に会話で答えちゃったってこと、多分、でも運がついたとか、まあ運がついてはいるんだよな、ね、終わったっていうのもあるし、うん、だね、で、多分それで負けると飲む、いろいろな心情は読み取れそうだけど、うん、負けると飲むとね、っていうことだと僕は思ったんですけど、違ったらのおかげで一番大事なチェインさんが本来必要な、チェインさんいねえから、もうレオクが頑張ってもう目真っ焦げよ、真っ黒焦げ、もうスプスプスプ焦げてんだ、目焦げたことねえから俺わかんねえけど、ね、目焦げたことねえから、うん、一回眼球にマイクロ波当ててみないんじゃない死ぬんじゃねえかな、死ぬか、でも死なない可能性もあるしね。でワンチャンかけるね。俺死ぬ道ワンチャン選びたくねえのよ。飲みの偉大な人もね、目焦げてるよって教えてくれたからな。微生物のね、目焦げてる、目あんなことなんだ、やっぱあれ匂いわかんないね、ちゃんとね、目こけてんじゃねえのかすげーって、ね、いう形で、なんとか止めて、はい、うん、そして中でディール君は、うん、あの自分を操ってるやつに、うん、俺そんなことしない、やだやだやだって言ってたら、なんかギュインガシャ、ギュインギュインギュインって犬屋敷みたいな、ギュインギュインって操られそうなで、無理やり中からもう支配するって神経を直接ハックするっていうね、怖いなね、もうなんかでっかいからな、ただカウントダウンしちゃったばっかりに音速ザルが間に合ってしまった、ね、そうか、うん、あれカウントダウンしなければ間に合ってなかったか、カウントダウンしなかったらフラグが立たなかったんですよ、ね、まあ、悪役がカウントダウンしたら終わりか、まあ、でピンチのカウントダウンは毎回結局先生何とかなってからな。これもそうだし、なんか爆弾みたいなのもそうだし、そこも含めちょっとアメリカ映画っぽいな、ね、ハリウッド感ちょっとしたらピッピッピッパーンってからギリギリで間に合うもんだよ な。だいたい間に合う、そう、間に合って、結果間に合ったからな、ギリギリで間に合って、ディル君はあの罠の中へ落ちて、うん、あー悲しいなと思ったよ、なんとか助かったけどどうなったんだろうなと思ったら、うん、ディル君は足元に落ちていましたという、なんでと思ってきた、ボーンでかくらキューンってなる反動で ね反動す、僕の身のなんかちょうどいいサイズが落ちてきた、まあね、身の丈みたいにされる、まあ、あんだけ弱いんだかちっちゃいというか、まあね、はい、
ディール君の回想かわいそうだったね。ディール、まあ、かわいそう、回想よかったね、あれ。回想よかったね。野球、野球。いやすげえ。俺はあの、異界のやつらの野球見てるから、異界野球。アストロ球団みたいにめちゃくちゃなるだろ。めちゃくちゃでしょうよ。まあ、野球の概念だけは一応あんだな。キスだろうし。面白そうだな。倒したもん勝ちにはなるだろうな。当てに行くだろうしね、たまに。能力もガンガン出るだろうし。ボーイの野球界みたいな感じかもしれないですね。相手に当てて、なんとかぶん殴るってさ、ボール持って殴るだけがヤンキー野球だから。相手が怪我してね、人数減ってけば勝ちだから。全員倒せるかどうかの。喧嘩だから。普通に野球してるかもしれない。ちょっとな、ちゃんとユニフォーム揃えてたからな。ね。ちゃんと野球してたんだろうな。ねえ。でも、ほんとあれはね、うん、レオくんがね、かっこよかった。ボールは返してさ、バチキかますところがさ、うん、あの辺はなんかちょっと青春っぽいね。ねえ、ああいう友情姿かっこいいよな。折れ方も可愛かったしな。ポンパキ、あパあその後、治ってたから治るんだ。治るんだな。あいつ、普通に普通の手に戻ったもんな。うん、そうそうそう、治れたな。さすがに良かったです。よかったよ。そうね、ファールボールがね、ご注意しないと。だからボールかもしれないけど。大体当たっただろってタイミングぐらいで言うんだから、ファールボールご注意ください。押せえからな。押せないにご注意ください。知ってるけど。もう俺だとなんだよな。知ってっけどってなるけど。いや、いい話でしたね、結果いい、ね、いい話、いや、結果したのね、まあ、一番最後のあの、鳥にさらわれてしまうオチに関してはははって終わるのだけちょっと怖かったけど、でもその最後、まあ、ギャグなんだな。そうね、いいの割と初めてぐらい死んだかなと思ったからな。確かに、あって確かに、あんま死んだキャラっていないのか。で、あの感じはやっぱで、今回はちょっと死んでもいいっていうか、うん、しょうがない感のある終わらせ方だった。いろいろその悪いことしちゃったというか、あんな風になっちゃったからね。でも立つから、うん、そうだな。なんかいい意味で後味悪い話みたいあるじゃないですか、うん、なんかなーっていういい話なんでと思った。ちゃんといい話だったから、ね、まあ、あれよ、最大の問題はあれよ、ザップさんがチェインさんに対して上からかましたシーンですよ。あそこはチェーンさんが可愛いからな。ザップさん、いや、ザップさんは、ザップさん大丈夫じゃん。すぐに終わったじゃん。ねえ、すぐバラされてる。3日電化どころじゃなかったじゃん。いや、普段さ、チェーンさんに敷いたくないっていうザップさんだよ。チェーンさん。ジャップさん、ジャップさんは。ザップさん、ザップさんがよ。ここ日本で言うことじゃない。みんなもディスられたくない。ジャップさんたちは。チェーンさんに対してさ、アメリカ行くから。上からかましてさ、ねえ、本当に楽しそうだった。うん。あんた関係ねえじゃん。で、レオ君にバッパレっからな、うん、おめえの自業自得だからな。急にエイリーバッグみたいなやつが違うから、スーチェン、あ、お前違えのかって、おお、やんのか、やんのかっつってやられたわけですね。やられましたね、ちゃんと楽しかった、いろいろなナースロには計5人手出さね。え、いや、ほんとザピさんみたいになってな、もうザピさん、チンコになる手よ。チンコになる手どういうこと。俺はチンコになる手よ。女に触れられるもんな、バカ野郎。バカ野郎、やめとけ、バカ野郎。次がですね、あの読み方が分かんないんですよ。もう、なんですか次の話がですね、ストーリーって書いてますよ。そこじゃないです、これはストーリーのページを公式サイト開いてる。はい、ですか。ブラタタとブラタマムみたいな、読んで、テンブラタタタタマムタタタタマム。とりあえずなんかあれだ、KK さん、母の話で、KK さんかが愛する二児の母という顔も持っていた。おー、 KK さんの旦那さんと、これかな、何つけるよね、そうそうだね、KK 会、保護者会、保護者さん、なんか授業参加、まあ、子供の話聞くからね。わあ、母を、母親をやってる、番組を感じておギャルということはお言いやすいですね。かもしれませんし、違うかもしれませんね。それはさすがにそうでしょう、これはもう。というわけで、次回も楽しみですね、といったところで以上とさせていただきます。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。